はい、始まりました。総称ナヌです。今日の本のテーマはこちら、扉を開けろ。まあ、これ小西忠則さんという方が日本人で初めてね、パリのリッツで働いた料理人の方を題材にした本なんですけど、今夢があるけどなかなかうまくいってないとか、もしくはライバルに先を越されてね、ちょっと妬みがあったりとか落ち込んでる人にぜひとも読んでほしい本でもありますし、というかもう絶対読むべき本となっております。でもね、俺そんな本読む時間ないわとか、俺字読むの苦手やねんっていう人いると思いますよね。安心してください。総称がね、5分でこの本をまとめますので、内容の 80% は理解できると思います。ぜひ最後までお付き合いください。まず最初に、この人がフランスのパリに渡ってね、リッツで働いた時って1960年代なんですよね。それどれくらいえげつないことかというと、もうほんまに60年くらい前の、日本のプロ野球選手が退団して、もう単身赴任でニューヨークに行ってね、ぜひここのヤンキースで野球したいんですって言うて、入団テストを受けて1軍でねレギュラー取ってバリバリ活躍してた。もうそれくらいえげつない、ことです、野球で例えたら。で、小西さんは、高校、専門学校卒業後4年間神戸のホテルで働くんですよね。その時から俺は3年後リッツで働くんやって言って入るんですけど、最初はめちゃくちゃバカにされるんですよね。そんな日本人でリッツで働けるわけないやろって、そんな日本人今までおらんやろって、めちゃくちゃバカにされるんですけど、その小西さんの意志は固くてね、もうめちゃくちゃ働くんですよね。何事からも吸収しようと思って。で、その総料理長とかもね、小西さんの働きっぷりに、認めて、ついに4年後、おい小西と、お前フランスへ行ってこいと、お前やったらできるかもわからんと思ってね、ついにその背中を押されるんですよね。で、フランスに船でその時行くんですけどね、当時日本からフランスまでの渡航費が19万円なんですよね。今でもめちゃくちゃ高いんですけど、小西さんがそのホテルで働いてた時の初任給8000円なんですよね。だからもう2年くらい の給料を貯金して、もうそれをはたいてフランスに行くんですよね。もう往復の切符買うお金ないんですよ。だからもう退路を断って、フランスに行くって、そしてフランスに行ってからも問題山積みですよ。まず今日泊まるところがない、そして労働許可証がない、もうビザとかもないと、そしてフランス語も話せないと、保険証もないと、もういろいろ課題が山積みなんですけども、とにかく行ってやってみようって思って、今日泊まるホテルを取って、2ヶ月分のねフランス語学校にお金払って、本当は1年行きたいんですけど、もう1年通う余裕がないから2ヶ月で1年分の勉強をしようと、起きてる時間はずっとフランス語の勉強をして、習った単語でその手紙を書いて、夢のねリッツに行ってここで働かせてくださいって手紙を渡してね、そういう生活を送るんですよね。で、1年以上そのリッツに行って直談判するんですよ。働かせてくださいと、俺日本から来たんですと。いや、お前労働許可書ないやんとか、いや、お前日本人でそんな働いたやつおらんし、もう今世界で名だたる才能のある料理人がね、今順番待ちしてると、お前なんか働けるわけないとね、もう毎日毎日追いかせられるんですよね。でも小西さんも、もう絶対働くまで帰らんって決めてるし、それでもね、食っていくためにどっかで働かないといけないと、ある小さなレストランにねお願いして働かせてもらえることになったんですけど、労働許可証とかもないから不法労働になるんですよね。警察とかが入ってきたら隠れたり、こそこそして働いてたんですけど、そこのね小さなレストランのオーナーが、小西めちゃくちゃ働くと、こいつめっちゃ頑張るやんっていうその姿勢にもう感動して、ついに労働許可証と、保険証とかね、もうそれをプレゼントするんですよね。それを取るだけでもめちゃくちゃお金かかるのに、もうこの小西さんの思いに感動して、ついにプレゼントしてもらって、もうフランスを堂々と歩けるようにもなるし、リッツに行って、もうこれ俺もう労働許可書持ってるんで、もうぜひここで働かせてくださいと、それでもなかなか簡単には働けないんですよね。で、1年以上通って、もう今日無理やったらね、もうさすがに無理やと、日本に帰ろうと思ったその日に、なんと奇跡が起きるんですよね。おい小西と、お前また来たんかと、
分かった、今日ちょっと見ていけって言って厨房まで入れてもらってね、そこでもまたいろんな奇跡の出会いがあって、ついに働かしてもらえるようになるんですね。そこで初めて日本人で給料をいただいて名門リッツで働いた初めての日本人シェフが誕生するんですよね。でそこで小西さんは言うんですよね。人生において簡単に開く扉はないと。もし簡単に開く扉だったら、それは節目の扉ではないと。自分を成長させてくれる扉ではないと。まさにリッツで働くっていうことは、もうめちゃくちゃめちゃくちゃ重たい扉やったけど、毎日毎日ね、ちょっとずつ努力して、自分でついにこじ開けたんですよね。で、リッツで、まあ、数年働いて、でももっともっとね、自分の腕を磨きたいということで、もうフランス中、ヨーロッパ中のもう三つ星レストラン、有名レストランでどん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 移って修行していくんですよね。最初リッツに入るのはめちゃくちゃ難しかったんですけど、リッツで働いたってい もう職歴があるから、どこのレストラン行ってももう一発採用で働かせてもらえるんですよね。で10年くらい、まあフランス、ヨーロッパで、料理の武者修行をして、日本に帰ってきた時にはね、もうどこのレストランからも引っ張りだこですよ。もう広島で丸が FA した時みたいな、ぜひうちの球団来てくださいみたいな。でそこでも日本でもね、いろんなレストランで働いて、まあ総料理長とかやったりしてね、もうこれからどうすんねやろうみたいな、自分でお店建てるんかなとか、すごい注目が集まってる時に、なんと幼稚園の給食の先生、給食の料理人になるんですよね。みんなめちゃくちゃ驚くんですよ。でもなんで幼稚園のシェフをやることになったかというと、まあ、お世話になっている方がね、日本時代すごいお世話になった方が、まあ、理事長をやってて、その方がね、日本の子供たちに、うちの子供たちに超一流のご飯を食べさせたいんやって、子供たちはもうご飯を食べて育つから、それで立派な大人になるはずやねんっていうね、すごいその口説き文句にやられて、そこでもうほんまに一流のご飯をもう子供たちにね、毎日作ってあげてプレゼントするんですよね。でまあそういうので、まあ幼稚園のシェフをやったりとか、また、ホテルに戻って料理人になったりするんですけど、結局そこの幼稚園で、今も理事長として、働いてるんですよね。もうあれだけ修行して最終的には幼稚園の理事長になるっていう、もうとんでもない経歴を持ってるんですけど、そこもすごい教育理念とかがしっかりしてて、神戸にある保座佐幼稚園っていうんですけど、毎年入学というか入学があふれるんですよね。だから抽選でやるんですけど、もう外れた親とかはもう人目を気にせず泣くくらい、絶対ここの幼稚園に子供を入れたいんやっていうくらい有名な幼稚園になっております。まあこの本を読んで思うのは、なんか僕もね、今靴磨きで千足やるって言ってるんですけど、これは本当に簡単にこじ開けれる扉ではないと思うんですよね。でも小西さんのように愚直に毎日毎日できることにフォーカスしてやって積み上げていくと、千足っていうことが見えてきて、その千足を世界中で磨くっていう扉をこじ開けた時に、僕の素晴らしい未来がね、待ってるんじゃないかなと思います。しかもこの本、まあ、今の話でも分かるように、小西さんってもうコネがあるとか、家がお金持ちだったとか、特別な才能があったとか、全くそういうことじゃないんですよね。でも自分の思いだけで毎日できることにフォーカスしてやっていったからこそ、こういう素晴らしい人生を築き上げたんじゃないかなと思います。本当に勇気をもらえる本になってますので、ぜひ読みたいと思う方、一冊やったらプレゼントできますので、コメントください。それではチャンネル登録とグッドボタンの方を押してくれたらね、僕の人生をこじ開けれる、扉をこじ開けれるね、鍵になると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 See you next time.